赤十字名古屋第一病院を訪問したのは、中日ドラゴンズの大島洋平選手ら5人で、5人はトークショーを行い、患者と交流を深めました。漢字一文字で来年の決意を聞かれると。また来年も一緒。僕はこれ登るでいいんですよね。勝負。勝負。はい。一文字だと本当難しくて、ずっと頭の中に下克上しかなくて。下克上球児も、はい、なんか万世みたいになってますけど、はい、まあ、しっかり、上がっていけるように、この字にしました。トークショーに続いて選手は小児病棟を訪れ、子どもたちにサインやグッズなどをプレゼントしました。はい、どうぞ。はい、これ使っていいかな。固まっちゃったね。本当にフリーズしてる。今日の訪問はコロナ禍の中止期間を経て4年ぶりの実施です。